土地流留幸也は、静岡県三島市出身で、春日の部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、本間幸也。身長178センチメートル、体重146キログラム、血液型は、大型。最高位は西重量7枚目。突き押しが得意だが、時々右に動く相撲も見せた。小学校2年時に相撲を始めた。高校は、 比留高等学校に通い、同じ三島市出身でもある佐賀塚紗は、高校の6学年先輩にあたる。高校を卒業後は、春日の部屋に入門。2006年3月場所で、初土俵を踏んだ。四個名は、出身高校に由来する。同期生には同じ部屋の土地の深夜、昭宝山、境沢、竜殿らがいる。全相撲は一番出世。 番付に名前の載った翌場所以降は勝ち越しを続け2007年1月場所に初めて三段目に昇進したが、この場所で初土俵以来初の負け越しを経験。序二段に落ちた同年、三月場所は七戦全勝として、勝野富士との優勝決定戦にも勝利、序二段優勝を飾った。翌、五月場所で三段目に復帰したが、この場所は七戦全敗で終わってしまった。 しかし、同年、7月場所は5勝2敗と3段目で初めて勝ち越した。2008年5月場所では幕下に昇進した。その後は幕下から一度3段目に落ちたが、幕下復帰を狙える番付にあった2009年、3月場所前の稽古で入門前からの古傷がある、首の骨を折る負傷をしてしまい、2場所全休を余儀なくされる。同年、7月場所に、 女二段の番付で土俵に復帰すると、七戦全勝の華麗な復活を果たし、二回目の女二段優勝。この場所は、場所中に高校時代の恩師が制御する不幸があり、恩師に一つでも多くの勝ち星を報告したい、という気持ちで臨んだ場所だった。2010年1月場所で幕下に復帰すると、その場所で四勝三敗と幕下で初めて勝ち越し、それ以降は幕下に定着する。 幕下上位の壁に跳ね返されることもあったが、2011年5月、企業審査場所以降は、幕下上位に定着し、2011年11月場所は、東幕下5枚目の地位で4勝3敗の成績を残したことで、場所後の親戚取りが、濃厚視されていたが、その予想は裏切られ、次の2012年1月場所は、西幕下2枚目の番付に止まった。 それでも腐らず精進を重ね、2013年1月場所で幕下3枚目の地位で6勝1敗という好成績を残し、翌3月場所での新十両昇進を決めることとなった。新十両の3月場所は8勝7敗と勝ち越したが、2場所連続で大きく負け越し、幕下に陥落する。重量に復帰した2014年1月場所は、 中日まで6勝2敗と好調だったがそれ以降は大きく崩れ、先週楽に敗れて7勝8敗と負け越した。西十両12枚目の地位で挑んだ翌、3月場所は6日目から7連敗した末に5勝10敗の大敗に甘んじ、再度ばっかへ陥落した。幕下に陥落した5月場所は東幕下3枚目の地位で土俵に上がり、6番相撲で勝ち越しを決め、 4勝3敗で場所を終える。この場所では、西幕下3枚目の極大勢と、東幕下4枚目の岐前流が、それぞれ5勝2敗の成績を残したため、最重量が際どいところであったが、結果的に重量から幕下へ落ちる星の力士が6人、出たため3人とも重量昇進に預かった。同年、11月場所は中日まで6勝2敗と、 好調であったものまたしても後半戦に大崩れし、先週楽に敗れて7勝8敗と負け越した。2015年1月場所は西十両13枚目と番付末置きになったが、2014年末にインフルエンザにかかったことで不調にあえぎ、4勝11敗と大きく負け越し、またしても幕下に陥落することとなった。その後も不審が続き、 2015年7月場所は東幕下32枚目まで番付を落とすがそこから勝ち越しを続けて2016年1月場所を迎えた。この場所は西幕下6枚目で6勝1敗と関取復帰の可能性があったが、翌3月場所は東幕下非等の地位に据え置かれ2勝5敗と負け越し重量復帰を逃した。その後も幕下上位で取り続けていたが、 西幕下10枚目だった2017年、11月場所で7戦全勝の幕下優勝を果たし、翌2018年1月場所での10両復帰が決まった。3年ぶりに10両の土俵となった、この場所は4勝11敗と大敗し、1場所で幕下に陥落となった。東幕下3枚目となった3月場所は4勝3敗と勝ち越したが、10両復帰はならなかった。 2019年5月場所限りで現役引退し、同年5月25日に日本相撲協会から引退が発表された。引退の時期元となった首の怪我は、実は高校3年生の時の古傷の再発であり、怪我に関しては後で検査してもらって分かったことだけど、少しずれていたら半身不遂になっていたかもと言われたとのこと。6月3日に部屋で、 断髪式が行われ、止めはさみは、師匠のかすがのが入れた。会社員として運送業に携わる予定が示されたが、非流行時代に食文化コースで学んだ経験から、飲食店をやってみたいという夢も明かした。ありがとうございます。